小室山古墳は大阪府藤井寺市小室にある古墳。形状は前方公園墳。古市古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。大阪府東部、藤井寺市、羽木野市、松原市にまたがる大古墳群である古市古墳群のうち、中位眼球場に築造された大型前方公園墳である。 1984から1985年に藤井寺市教育委員会による調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を北東方に向ける。噴景は三段築成。噴景長は150メートルを測り、古市古噴群では中規模になる。噴景表面では吹き石、円筒波庭列、軽症波庭が検出されているほか、 墳糾東側首レブには作り出をフす。また、墳糾周囲には、集合、集包が巡らされ、包内側斜面においても吹き石が認められる。主体部の埋葬施設は明らかでないが、公園部墳丁における遺体子の存在から、縦穴式せっかくと推定される。副葬品はつまびらかでない。 この小室山古墳は古墳時代中期の4世紀末マイナス後、世紀初頭頃の築造と推定される古市古墳群では最初の大王母と目される都道城山古墳と同時期とされ巨大前方後円墳に次ぐ大型前方後円墳として当時の大和王権の政治階層を示す古墳になる古墳域は1956年に国の史跡に指定されている 公園部分庁背景に大阪平野古墳の規模は次の通り、ありがとうございます。